元プロ野球選手と交流するドリームベースボールが29日、きらやかスタジアムで行われました。はい。OK、うまいな。間違いなく。山形県から大阪桐蔭に引っ張られるな。プロ野球選手から元プロ野球選手から教えてもらってとても嬉しいです。キャッチャーを見てそこから投げ始める。顎と肩が近かったんですけど聞いてあれ顎と肩を、ね、離したらいいボールがいってよかったです。どう顔どこ見てるか分かる当たる最後まで当たる最後まで見てほしい、ね、たった少しの時間の、まあ、指導だったんですけど、まあ、プロの力なのかすごい聞いただけで上手くなった気がしました。商売の練習は、まあ、日頃やってなくてただ今日習ったことなら日頃のキャッチボールなどの中に取り入れることが可能だったので、まあ、これからもその教えてもらったことを日々の練習に生かして頑張っていきたいと思いました。